メガホン事件の真相。メガホンは投げていない。メガホン、応援ハンド、が破損。画像上部が取れてグラウンドへ落下。当該ファンを細川に謝罪済み。気をつけなければいけないことに変わりはないけれど、とりあえず故意ではなくて細川選手にも大怪我がなくてよかった。これでカープファンが言われるのひどすぎやろ。詳しく情報が出てない中でよく他の球団批判できるな。これ本当？本当なら俺ちょっと言い過ぎたし謝らないと。ゴールインプレッチに故意に物を投げた人はいなかったということだね。よかった。これが本当なら破損のタイミング的に仕方ないけど故意だと決まってないのにここまで勝手に故意に投げ込んだってことにされて拡散されるの怖すぎる。大手メディアの報道がいつも正しいとは限らないので、カープファン、中日ファンの皆様、落ち着いてください。これは広げなきゃいけない真実狙ってるとか言っちゃダメ。証言台に立ってくれるドラゴンズファン心かよ。まあそれでも危険行為ではあるから注意は必要やね。カンフーバットとかも応援に熱中した結果飛んでいきそうだし、あのチェーン安全のためすぐ破損する作りだし見直しは必要やね。ネットの恐ろしいところが出たな。真実かわからない情報が一瞬で広がる。それがはたけることだと認識すると倫理観をなくすほどに叩く。これはタイミングが最悪すぎたな。ズムスタくんな言ってすまん。ご視聴ありがとうございました。